ダイキングです。本日も動画見ていただきありがとうございます。今回 Apple Silicon 搭載の MacBook、発表間近ということでですね、性能がですねどれくらいになるのかというのをですね、予測したいと思います。でなかなかすごい結果になってます。 Apple Silicon 搭載 Mac の、発表の日程についても具体的に、情報が出てきてますので、いつ出るのかっていうね理由も含めて、解説したいかと思います。こちらのチャンネルで Apple 製品をはじめとするリーク情報の分かりやすい解説だったり、ガジェットのレビュー動画っていうのを定期的にアップしてますので、僕もね、含めてですね皆さんと一緒に IT リテラシーの方を高めていければと思っております。なのでチャンネル登録していただいてですね、最新情報をどんどん受け取っていただければと思います。今年のね6月にですね、まあ、WWDC というアップルの発表会がございまして、正式にはそのアップルシリコンですね、今のインテル製のチップの方からアップルシリコンというね自社製チップの方に移行が正式に発表されました。 CEO であるね、まあ、ティム・クックさんの方からですね、年内のね後半に発送、まあ、発表とその発送までするとアップルの公式発表がもうすでにあったんですけども、今年はねですでにもう2回のね発表会がありましたと。さらにねもう一回アップルシリコン搭載 Mac のですね、発表会があるということですね。それがまあいつになるのかっていうことなんですけども、ちょっとその前にですね搭載されるであろうですね A14X チップっていうものの性能、こちらのベンチマークですね、それがどれぐらいになるのかっていうねちょっと予想したいかと思います。これがまたねすごい結果になってるんですけども、でどうやってねじゃあ予想するのかっていうことなんですが、実際に発売されたですね iPhone まあ12とか12 Pro とか、iPad Air 4ですね、そちらから見ていけばですね、まあ大体の性能は予測できるんじゃないかということですね。どうしてかっていうとですね、 iPhone 12とかその iPad Air 4に搭載されている A14 バイオニックチップというもので、そちらをベースにしたおそらく A14X という名前になるのかはちょっとわかんないんですけども、そちらをベースにしたチップが Apple Silicon 搭載 Mac 搭載されるからですね、同じようなものがね乗るからっていうところです。まずその iPad Air 4のねベンチマークというものですね、性能をですね数値で測れるソフトウェアがあるんですけども、そちらを見ていただくとですね、 iPad Air 4ですね、まあフォースジェネレーションってやつのこちら CPU のスコアですね、シングルコアっていうものが1585になってますと。これまあ結構すごいですね。今一応出てる iOS デバイスの中で一番トップになってて、例えばその第2世代のですね、最新の iPad Pro の11インチの、シングルスコアってやつが1118とかだったりですね、今年の、まあ、僕も今使ってるんですけど、2020年の MacBook Pro の、まあ、13インチですね。こちらインテルの Core i7 の下ものが、1240になってます。後でね実際測った値もね出しますが、完全にそこの上を行ってるっていうね iPad Air 4の時点で、またマルチコアスコアの方ですね、こちらちょっと負荷のかかる作業とかの場合なんですけども、4170ということで、さすがにねちょっと iPad Pro とかには、かなわないんですけども、 Mac の場合だとですね、まあ2020年のこの MacBook Pro 13インチのこのインテルのまあ Core i5をね乗せたものに近い数字になってますね。さらにですね、この GPU のグラフィックパフォーマンスというところ、まあ画像処理をするところですね、メタルスコアっていうものをね、見ればわかるんですけども、まあ iPad Pro のね 12Z バイオニックチップっていうものがこれ乗ってるんですが、それよりもですね、なんと iPad Air 4の方がですね、上になってます。やっぱ A14 のねこっちの Apple Silicon の方のチップはやっぱり画像処理がね強いですね、かなり。ちなみに2020年の、今年の MacBook Pro 13インチの方が大体まあ1万くらいなので、ね、結構敗北しちゃってるっていう感じですね。まあ、僕のやつも測ってみたんですけど、まあ、8500とかでしたね。で、iPhone 12の方はちなみにこんな感じですね。大体シングルスコアが1583で、マルチスコアがまあ3900、まあ4000くらいですね。メタルスコアがまあ大体9000くらい。こんだけ小さくてもこれぐらい出るっていうね。MacBook Pro ぐらい出てるっていう。これがやっぱすごいなっていうところですね。実際ね、僕が使ってるですね、2020年の MacBook Pro の13インチですね。まあ、スペックとしては、こんな感じでもうフルスペックなんですけどね。容量がほんとフルスペックで、数値がこちらなんですけども、シングルコアの方が1219ですね。まあ、こちらはやっぱ iPad Air 4に敗北してて、マルチコアもね、まあ4000、まあ、400とか、ね、4000ちょいで、まあ、辛くもなんとかね、まあ、勝利したっていう感じになってます。iPad Air 4とかと、まあ、比べると、今年のやっぱ13インチとか、まあ、互角というか、まあ、正直それ以上ぐらいの性能ね、あるなっていう感じです。一応今比較したのは、A14 ね、チップだったんですけども、MacBook におそらく搭載が噂されるのは A14X チップというものなんですね。まあ、おそらくさらにもうちょっと性能がアップしたものが乗ると思われます。じゃあどうやってね、その数値をね、推測しようかってことなんですが、過去のね、その X が付いたモデルっていうのがね、いくつか出てるので、まあ、それがどのぐらい性能アップしたかっていうのでね、ちょっと逆算すればわかるんじゃないかなっていう。例えば2017年の、まあ、iPhone 7ですね。7に搭載された A10、まあ、この時は、フュージョンですね。A10 フュージョンチップがですね、マルチコアがですね、1288、今、見たら。iPad Pro ですね、こっち 10.5 インチ。A10X フュージョンチップっていうものが乗って、たものが2259ですね。だいたい 75% の性能がアップしていると。
今回の場合と一番似ているのがですね、この2018年かなっていうところで、iPhone XS がですね、A12 バイオニックチップっていうのは、マルチコアで2479。2018年の iPad Pro の11インチですね。A12X バイオニックチップ、X がついて4610になると。こちら前なんで 85% アップしてると。めちゃめちゃ上がってるんですよね。はい。で、この過去の上がり幅から考えると、まあ、少なくとも 5、60% ぐらいはね、上がるんじゃないかと思ってます。そう思うとですね、だいたい A14 今、バイオニックチップがですね、まあ、Air4 で、例えば4170とか。ってことは、マルチコアで、多分6200とか、単純に、50% ぐらいにすると6255とかなんですよね。まあ、それぐらいはね、出るのじゃないかと。まあ、下手したら7000とか出しちゃう可能性もある。ただ、あくまでこれは推測ですけどね。これね、じゃあどれぐらいのね、数値なのかっていうと、大体調べたらですね、MacBook Pro の、まあ、大体15とか16インチですね。まあ、そちらに載ってる Core i9、まあ、インテルの Core i9 にも迫る勢いというか、もうほぼ同じぐらいの値ですね。はい。これかなりすごいなっていうところ。で、さらに、すごいのがその GPU ですよね。そのグラフィックパフォーマンス、画像処理の、に関しては、メタルスコアっていうのが、まあ、iPhone 7の時がですね、まあ、これ A10 Fusion が3137。で、iPad Pro、この10.5インチが、さっきと同じですけど、A10X Fusion になって、6917ですね。もう倍になってますと。iPhone XS の場合の A12 Bionic チップのメタルスコアが5329。2018年の、ちょっと忙しいですけど、iPad Pro 11インチ、A12X Bionic が、1914なんですよ。これもうここまた倍になってると。はい。ということは、A14X でも、じゃあ倍になるのかな、みたいな。まあ単純に考えるとですね、出てるスコアが1万、まあ大体2521とかなんで、これ倍だと2万4000とか2万5000ぐらい出ると。これでどれぐらいかというと、16インチですね。MacBook Pro 16インチの、大体 AMD Radeon Pro の 5300M っていうやつですね。これと大体同じぐらいですね。まあ一応16インチの中では、一応まあちょっとローエンドというか、まあ上のゲーぐらいのものにはなるんですけども、フルシリコン搭載 MacBook のね、まあこれが A14X にね、なるかちょっとわかんないですけど、名前は。性能のベンチマークの予想がね、まあまとめるとこういう感じになると。まあ大体シングルコアは、まあ過去のやつ見てる感じでそんなに変わらないんですね。1600前後、1585とか、まあ1600前後で、マルチコアが6000、まあ多分255。まあ単純に 50% 増しにした値ですね。Air4 の50% 増し。さらに、まあ、もしかしたら、もっと上になる可能性はあると。で、メタルスコアに関しては、だいたいまあ、2万、単純倍にして25,042とか、まあ、25,000前後に、まあ、なるかもしれないというね。これはもう本当あくまで予想ですかね。はい。まあ、予想なんですが、このぐらいの、まあ、スペックで、乗ってくる可能性が高いと。これがだったら MacBook のその12インチとかですね、MacBook Pro の、まあ、おそらく13インチ。に、ま、乗せてくると言われてますので、これはめちゃめちゃ楽しみというかね、これぐらいやっぱ出るから、やっぱそのインテルからね、やっぱ乗り換えるんだなっていう、まあ、コストの面もあると思うんですよね。ああ、なるほどね、Apple さんすごいなと思いました、これ見て。気になるじゃあ、Apple シリコン搭載 Mac の発売日いつですかね。もうね、最近ほんと一番質問が多いのは、今買うべきなのか、本当この Apple シリコン待つべきなのかなっていう、待つべきですかねっていう質問がめちゃめちゃ多くてですね、結論待つべきと思うんですけども、はい。まあそのいろんなね、まあリーカーの方々によると、やっぱおそらくまあ11月17日ですね、こちらの火曜日、日本時間のまあ11月18日水曜日の午前2時に、まあ発表があるかと思いますと。はい。まあなんでその1週間前、おそらく11月10日に何かしらね、その発表会あるよっていうアナウンスがね、来るかと思います。どうしてね、じゃあ11月17なのかっていうところなんですが、理由としてはね、主に2つで、まあ、火曜日っていうところですね。まあ、現地時間ですけど、火曜日という点と、月の真ん中のところです。だから、特に今年は9月13日と、10月13日に発表会が2回ありました。で、どちらもですね、現地時間の火曜日、かつ、月のね、当たり前です、真ん中なんですよ。火曜日の、真ん中の火曜日。なので、やっぱ11月17の確率がね、非常に高いんじゃないかと思ってます。で、まあ、特に、ね、今年は11月3日にですね、大統領選挙あるので、その熱がおそらく収まって、まあ1週間後ですね、11月10日とかにやっぱこれぐらいで発表会ありますよっていう案内がね来るのが結構なんか現実的な感じがしてます。なので早ければですね、例えば11月20日ですね、まあ、iPhone と同じような形だと、まあ、20日に予約開始して11月内ぐらいに、まあ、27とか、まあ、11月内に発売。まあ、ただもしかしたら遅れもあるっていう聞いてるんで、まあ、遅いとやっぱ12月1ヶ月後に発売とかもあるかもしれないんですけども、遅くとも12月内ですね。まあ、年内に発売っていうのはある、まあ、もともともう Apple が公式に言ってるんで、まあ、そこら辺になるのかなと思っております。それで皆さんね、Apple シリコン搭載の Mac ですね。MacBook、どう思いますか？買いたいでしょうか？買いたくないでしょうか？はい。ちょっとね、気軽にコメントいただければと思います。まあ、一応その待つべきかどうかっていうところなんですけども、まあ、どうしてね、その僕が待つのをね、お勧めしてるかっていうと、
まあもちろんバグとかの心配ももちろんありますけども、どっちにしろ今のモデルを買うにしても、新しいモデルが出た方が、まあ下がるんですよ。今の現行のモデル。値段がね、下がるので、まあどっちにしろもう出るの。もう2週間ぐらいでね、出ちゃうんで、インテル版をね、出すと言ってるんだよ、アップルは。賢くね、やっぱ買えるって意味でね、待った方がいいんじゃないかと思います。バグもめちゃめちゃ怖いんですけど、はい。あとですね、もしかしたらその MacBook 以外もですね、ちょっと発表されるんじゃないかっていうところで、まあどうしてかっていうと、9月とね、10月の発表会では、まあ Apple Watch、iPad と、まあ iPhone と HomePod Mini って感じで、2つずつね、2つの製品が発表されてるんですよ。ってことは、まあ Apple Silicon も搭載 Mac ともう一つね、何かしらあるのかなと、個人的には思ってるんですけども、おそらく今の状況とか考えると、まあ在宅需要を狙ってですね、一番確率高いのはやっぱ Apple TV かなっていうところですね。今 A10X とか、ちょっと古めのチップなんで、まあ僕も自宅で使ってるんですけど、A10 にまあチップとか乗せてちょっと安くね、希望的にはなんか99ドルとかで出してくれればいいかなっていうところなんですが、まあ安くして Apple TV、中身を、スペックアップして出してくるんじゃないかっていうところですね。まあその在宅需要っていうのがやっぱ今あると思うんで、まあ HomePod Mini とかね出ない言われて出ましたんで、まあそういうことなのかなと思ってます。AirPods Studio とか、まあ、AirTag とか、まあ、噂はありますけども、まあ、確率的にはやっぱね、まあ、低いんじゃないかなって感じですよね。そこら辺もね、ちょっと期待してね、見たいと思います。また、Apple Silicon搭載 MacBook の価格とかね、スペックに関してですね、別の動画でもかなり具体的にですね、解説してますので、MacBook どういったモデルでですね、まあ、こういった仕様でとか、気になる方はね、こちらね、別動画の方をご覧ください。再生リストっていうのもね、用意してますので、情報の整理とかね、ご活用ください。こちらの動画が少しでも役に立ったと思った方は、ですね、グッドボタンとかですね、チャンネル登録、コメントとかもね、もちろん気軽にお待ちしてますので、全部見させていただいております。ありがとうございます、いつも。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。